警察官が胸の辺りに身につけているのは携帯型スピーカーです大阪府警出水署は管内の一部団地で住民が特殊詐欺の電話を見抜く割合が4割ほどにとどまっていたことなどを受け今年5月に携帯型スピーカーによる啓発をスタートすると詐欺の電話を見抜く割合はおよそ6割にまで上昇 スピーカーの数を増やし、啓発活動を一層強化していくことを決めたということで、昨日は JR 泉府中駅前でキャンペーンが行われました。オートバイとか、徒歩で入って広報することが可能になりましたので、広報効果が非常に大きいと、怪しい電話がかかってくれば、すぐに警察か、お知り合いの方、ご家族の方にすぐに相談いただきたいと思います。